景が。No!
ユーカップ、そして M イノベーションで、もっとこれからノアジュニアをドカーンと盛り上げていきます。おい、はい、次M イノベーション優勝者として、はい、本当にユーカップも優勝できて、はい、選択の挑戦者も掴んでて、そして最後はベルトで締めくくれたっていう、はい、本当に最高の日間になったんじゃないですか。まあそうですね、言ってからにはこうしっかり結果を残さないとかっこ悪いですし、まあ、でもこれが始まりですから、はい、イノベーション、ユーカップ、そして、
ギリギリに負けないジュニアを作っていく始まりですよ。で来月も2月またここにラジアントでやるんで、はい、まだまだこれからもしっかりジュニアから中古昇進なと思ってます。小峠さんもベルトの戦また見えてきましたけど、そうですね、原田のもう N イノベーションもうやりだすって決めた時からの覚悟はもう多分俺らだいぶ力になってるんで、本当に今回はいい試合になったんで、俺と大原さんも絶対にこいつの覚悟を引き継いで、絶対にベルトノアジュニア正義に、そしてノアジュニア面白くやっていきます。原田と小峠はこの N イノベーションのもう背負って名前出してもうそれだけの覚悟とリスクを背負ってたから、それをやっぱり横で一番近くで見てたつもりでいるから、この二人の覚悟っていうのにやっぱ俺は応えていきたいし、一緒になってこのノアジュニアの価値を上げていかなきゃいけないと思ってるから、俺はだから小峠と何としても仙台負けられない、その後大阪でしっかりタックのベルトを早田と小田原に奪いたいと思います。やっぱりずっと言ってるように、踏み切り負けないジュニアを完全にこの試合に作り上げてひっくり返していきますよ。はい、そのためにもね、次の仙台、そして大阪、まだまだ戦いがつくんで、俺たち4人でドカンとドカンとじゃあもう一発ドカン行くぞ。ありがとうございました。よろしいか、かっこいいよ。今一番しびれる、憧れる、かっこいい戦い、プロレスリングノア。月額900円、レストルユニバースで戦いの全てが見放題。最先端をひた走る迫力の映像と人間参加と呼ぶべき未曽有のドラマ、そして鍛え上げられた肉体と技で織りなすスターたちのきらめき。今一番かっこいいプロレスを見逃すな。WRESTLE ユニバース。